今日の雑学、亮太郎です。よろしく。チャンネル登録してね。ってあんまり言ってないな、普段。で、今日の雑学は、なぜ寝ている時に、体がビクッとなるのか。なんかよくは、学生時代の時とか、机でこう、寝てたりする時に、なんかビクッって動く、あれ恥ずかしいよね、うん、動いてないよみたいなごまかしたいけど明らかにこうビクって、この状態で動いてるからさ、ビクって、あ、これ誰かに見られたんじゃないかみたいな、そのビクッとなるのはなぜかっていう、どうでもいい雑学なんだけど、寝ている時に体がビクッとなる現象はジャーキングと呼ばれています。この現象は眠りに入るときに起きる筋肉の一時的な伸縮によって起きるもので、赤ちゃんから大人にまで見られる一般的な現象です。ワンコとかも見たことあるよね。犬とか寝てるときピクってなってるの見たことある。で、通常起きているときは体の中ではオレキシンなどの目を覚ます覚醒物質が多く分泌されていて、で、覚醒中枢から起きろと信号が出ていますと。寝る時間になるとメラトニンなどの睡眠を促す物質が分泌され、睡眠中枢から指令が出て眠くなります。ちょっと昼夜逆転しちゃってるけど自分の場合で。ところが睡眠不足や激しい運動の後、ストレス、カフェインの過剰摂取などの影響で覚醒中枢と睡眠中枢が中枢言えないせめぎ合いを起こすと、脳から間違った命令が届き、体がビクッとなるほど。ということで答えに関しては、起きると寝るがせめぎ合うか、起きるよ寝るよ、起きるよ寝るよ、ビクッとそんな感じなんよね。へえ、知らんかったということらしいです。以上。